第12章魔導の国カダイン。魔王ガーネフが支配する魔導師たちの聖域である。ひとたび彼らが呪文を唱えるといかなる勇士といえども身を守る術はない。一人また一人勇敢な兵士たちが傷つき倒れていく。カダイン、それは呪われた暗黒の街なのか。どうもタブヤンです。ファイヤーエムブレム紋章の謎、もう中盤に差し掛かってきたかな。さあ、いつものようにアイテム整理しましょう。さあ、準備ができました。マップ見てみましょう。こちらがお城ですね。ドラゴンナイトがいてのここにお店があって、ほう、なんかこのマップ覚えてるな。こいつですよ、ガーネフ。ガーネフが魔風の書、でファルシオンを持ってるんだね。確かね、こいつ倒せないんだよね、ガーネフ、このマップでは。で、宝箱があってのガーネフから逃げる感じになるのかな。はい、一面砂漠ですね。もうこのマップはもう、あ、盗賊、あ、リカバーの杖持ってる。こいつ、この盗賊が宝箱を取りに行くんで、それをね、防止しつつ、ガーネフをかわしつつみたいな感じかな。基本魔導士ばっかりだからね。進撃ユニットもちょっと変えてみました。今回は、騎馬隊はお休みですね。ハーディン、カイン、アベルはお休みで、その代わりちょっとボア司祭が、ライフ回復要因として、武器持たしといた方がいいのか。ボア司祭、何か武器ぐらいちょっとね、なんかなかったっけ。あ、何にもない。もらう、マリックか誰かからちょっとファイヤーぐらいもらっときましょうね。リンダからもらっとこうか。そうだね、リンダからファイヤーちょっと借りときましょう。で、あとミネルヴァね、それから、ペガサスナイトのパオラとカチュラ、カチュア、こいつらがね、空飛んでちょっと活躍、魔法防御ね、高いメンバー。ラディ育ってほしいな。もうちょっとやばいっすかね、レベル2 今更育つのは難しいか。行ってみましょう。進撃開始。ガーネフ来た。おおお、あやつらまだ分かっておらぬようじゃな。この魔風ある限りわしは永遠に不滅なのじゃ。白き賢者よ、もはやお前にも邪魔はさせぬ。古代神殿ラーマンに竜の女神ある限り、星の光は我が闇を照らすことはできぬのだ。おー、なるほど。ガーネフの行動範囲にちょっとね、注意していきましょう。この辺りで待機しとくべきなんじゃないかな。はい、まずは魔導士2人行きましょうか。魔法防御が高いユニットね、こちらシーダ、パオラ、カチュア、レナ、マリア、まあ、レナ、マリアは攻撃できないんで、マリック、リンダ、魔導対決ですね。さあ行こう。マリック行こう。ちょっと強めの魔法でないと倒せないよね。多分ほぼノーダメージなんじゃない？魔法防御4。おー、ナイス。おー、出た、マリック必殺、クリティカル出ました。さあ、リンダも行こう。
エルファイア、ちょっと強めな武器で。まだこんな雑魚キャラ。おーほー、リンダ強い。いいねリンダ。軽くいなしてと。さあどうしようかな、この盗賊やっつけに行きたいよね。ということでペガサスナイト3人は盗賊退治に行きましょう。あとはね、他のメンバーはちょっとねこの辺で待機しておきたいと思います。さあ敵が押し寄せてきました。もっと下がろうか。これここにねガーネフが来ましたね。今状況は3ターン目。ガーネフはね退却すると思うんで、さらにちょっと下がった方がいいよね。ガーネフの行動範囲から下がる。そしてペガサスナイトガーネフを無視して、あ、宝箱取られる。宝箱をね守りに行かないと。ガーネフの範囲外で守りに行く。ここまで来るから、ここにいれば大丈夫かな。ミネルヴァ行け。ここ。あ、ここだとあれか。こいつが攻撃してくるか。ここ。一応手やり装備しようか。カチアも行く。傷薬。さあどうしようか。後ろに下がりましょうか。ガーネフさえいなくなればね。うん。後ろに下がろう。さあ来るなら来い。課題マージがねずっとこっから一ターンに一体出てくるんだよね。さあドラゴンナイトが飛んでくると思うんだけどな。魔導士ガンガン来るぞ。いやこのマップだけなんか覚えてますね。確かねオグマかナバールかがねやられちゃった気がするんだよな。同じことが起きないように。さあ来た。あ、マルスを狙ってきた。手やり装備してるんだ。へえ、避けろ。わー、いた。結構攻撃力あるな。あ、そしてマルス狙い。あー、ウルフ狙いか。なるほど。うん、大丈夫大丈夫。回復部隊もいるから。さあ宝奪われた。取り返さないとね。よし、まず宝奪い部隊が行くぞ。秘伝の書。さあみんなで行こう。攻撃しよう。こいついっぱい出てくるからね。こっから出てくるんでしょ。増援のとこちょっとね上に立ちたいよね。間接攻撃当たるか。命中率低いと思うんだよね。いけ。よーし、一撃与えました。カチュアパオラ、パオラも装備手やりにしておこう。そしてシーダ。あ、ここだとちょっと2体に攻撃されるとやばいよね。いくら弱い敵とはいえ2発は食らいたくないな。どうしよう。この辺で待機しておこうか。うん、こうしよう。ここだと1体だけだからね。そしてミネルヴァが、あ、中に入れないのか。こいつ装備はなんだ。鋼の剣。これ城扱いなんだね。どうしよう。銀の槍でやっつけようか。命中率 86%。 鉄の槍は一緒か。
銀の槍で攻撃。よーし、ミネルヴァナイス。オッケー、リカバーの杖と秘伝の書をゲットしました。さあこちら本体ですけど、どうする？まずウルフが弓で攻撃しよう。銀の弓、パルティアはもったいないな。オッケー、ドラゴンナイトは弓に弱い。そしてどうしようかな、ペガサスナイト飛んでくるね。でこいつ手ありだだっけ。あー関節、どうしよう、オグマのドラゴンキラーでいこうか。ドラゴンキラーで攻撃。オッケー、ノーダメージ。そしてそしてどうしようかな、ナバールがここに待機して、関節武器サンダーソードか。あーサンダーソードも心もとないね。まあ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 装備しとこう。でマジックシールド、あーどうしよっかな、ちょっともったいないけどラディにマジックシールド装備させての、レナに回復させての、あと壁役はジュリアンとマリクでいいかな。 OK でリンダは後方から、まあ、ラディマジックシールドしたけどここでいいか。マリク、あダメージ受けてるね、傷薬。さあこれで壁作り、あちょっと待って、ガーネフの移動範囲見てなかった。おお大丈夫だね、オッケー。さあガーネフもそろそろ退却してほしいんだけど。おおマルスよ、残念だがいつまでもお前の相手をしておれぬ。このファリシオンが欲しくばテーベまで来い。ファルシオン処分しちゃったらいいのにね、ガーネフも心優しいやつだ。さあこいつら突っ込んでくる主力部隊を倒せばね、このマップ買ったも同然。ドラゴンキラー避けろ。命中率高いんだよね、オグマでも死んじゃうよ。あジュリアン狙ってきた、命中率低い。エルファイア避けろ。オッケー、ジュリアンはもう育ってますからね、ナバールと同じぐらい強いよ。おナバール対ペガサスナイト、サンダーソードあんまり威力ないんだよね。クリティカルで出るか、出ない。さあ手やりで反撃しろ、いけパオラ。よし、やばいミネルヴァ避けてー。
エルバ魔法防御低いからね。おー、さあこの増援を、あ、そうか、ここに降りれないんだ、まずいな。おっと、これ多勢に無勢ですよ、まずいよこれ。鉄の槍、どうしよっかな。まずシーダがこいつをやっつけて道、逃げ道を作ろうか。銀の槍、武器の出し惜しみはしない。いけシーダ、突破口作れ。よし、そしてどうしようかな。ペガサスナイトはミネルヴァにやっつけてほしいな。でもダメージ受けてるんだよね。リブルを使うか。攻撃、銀の槍、あー倒しきれない、ノーダメージやった。オッケー、でちょっとリブルをしてあげた方がいいかもね。でこれね、登れないんだよな、ここにね。ということで退却しようか。退却、ちょっと陣形を整えて退却。こんな形でね、陣形整えてミネルヴァにリブロしてあげよう。さあ本体ですけどどうする？どうしよう。ジュリアン攻撃、普通に勝てる。おい一撃、もう魔導部隊しかいないもんね。よし、どうしよう。アグレッシブに行くか。行くぞ。ウルフが銀の弓で行こうか。一撃では倒せないか。もう一回行ける。おお、ウルフナイス。いいね、経験値高いね。さあマルスも経験値稼ぐか。鋼の剣、あー一撃で倒せない。おー成長するね。さあそしてラディがね、こいつ倒したいな。ナバールが行こう。キルソード、おー気持ちいいね、クリティカル。そしてラディがちょっと経験値を積みたい。鋼の剣、あー倒しきれない。おお倒した、よかった、レベルアップ、成長率は高いからね。ラディ、ライブ、でマリアはリブロしてあげないとね。リブロ、いやこのゲームのリブロ便利ですよね。実行範囲がね、全マップのどこでも回復できるんでね。
そしてそしてマリックが行くか。もう深追いせずにやめとくか。橋の上でマリック一人で大丈夫かな。魔法防御4、そんなに高くないんだよね。深追いせずにね、うん、ファイヤーでいいか。攻撃せずに待機しましょう。オグマは次のターンのために傷薬で、あえてダメージ受ける場所にいてね、攻撃が分散するようにしよう。ボア司祭はやることなし待機。さあもう一度反撃するか。これね、ほとんどダメージ受けないと思うんだよね。鉄の槍で十分じゃない。攻撃力相手7で、こっちが魔法防御6ですからね。楽勝楽勝、逃げる必要なかったぜ。ダメージ1ですからね。楽勝、レベル上げにいいぜ。ということでこいつらでね、ペガサスナイトのレベル上げしたいと思います。さあレベル上げも終わりまして、魔導士出てこなくなりましたね。状況は12ターン、シーダがねレベル10になりました。2つ上がりましたよ。カチュアレベル3、パウラレベル9。さあジュリアンがもう一つの宝箱取っちゃいましょう。お、魔除けいいですね。魔除けはね、魔法防御が確かちょっと上がるんですよね。さあそしてマルスがねお買い物してくれてます。最後のボスはボルガノン。さあマルスがね初シルバーカードを使ってお買い物。ラディのレベル上げにね、ちょっと弱い者いじめですねこれかわいそうに司祭。さあラディレベル4、うん、レベル10ぐらいまで上がったらね一気にもうクラスチェンジしたいところですけど。さあマルスいろいろお買い物して3軒目武器やね。見てくださいこれ、武器が半額、銀の剣。もうみんな銀シリーズに乗り換え時期ですねこれはね。銀の弓1個ウルフのために買っときましょう。そして銀の槍をちょっと追加注文、4つぐらい買っとこうかな。さあここはマリクに任せますか。攻撃エクスカリバー、最強の武器。あ、必殺出てもこの程度、結構強いね。エクスカリバー使いました。さあラディで行くと死ぬかな、どうでしょうこれ。ラディで行くとヒットポイント3、攻撃で攻撃11、命中100だもんね。でもね、いけー、あ75、やばい死ぬ。おお当たった、やばかったね今。あ、経験値それだけ、頑張ったのに40しかないのか。いや命かけた割にはちょっと少ない経験値ですね。制圧、あ、この人知ってる、大賢者ガトー。そなたには魔導によって話しかけておる。チャットみたいなもんかな。ガーネフに苦労しているそなたの姿を見てかわいそうに思ってな、わしの話を聞くがよい。ガーネフはミルワと共にわしの弟子であった。あやつは、わしから魔法を盗み出して姿を消したのじゃ。うむ、確かにあやつがファルシオンを持っておる。これでも師匠の落ち度じゃないのかこれは。
マフーとファルシオンさえあればドルーア帝国さえ恐れることなくいずれ世界を我が物にしようと考えておるのじゃ。しかしあやつがマフーを使う限り倒すことはできぬ。だがの一つだけ方法がある。星と光のオーブを探しわしの元に持ってまいれ。師匠のなんかミスを私が知れぬぐいじゃないか。スターライトエクスプロージョン。ということで2つのオーブを探しに行かないとダメみたいですね。手がかりがでも全然ないんじゃないのかな。とりあえずガーネフの顔見せみたいなマップでしたね。魔導の国カダインクリアしました。次回もお楽しみに。さよなら。